神道集は、日本の中世の説話集、神道書。阿久井衝道教団の著作とされ、南北朝時代中期に成立したとされている。全十巻で五十話を収録。関東など、東国の神社の演技を中心としつつ、本次衰弱説に基づいた神仏に関する説話が載っている。諏訪演技時は、甲賀三郎伝説を伝えるものとして知られる。江戸時代の交渉学者、 小山田智もが、本文の内部微小から、文奈、縁文頃と推定している。阿ぐいは、比叡山竹林坊の里坊で、上京区大宮通り一条北王子にあって、王人の乱でと大田が後に再興し、現在も、阿ぐいにし法事としてある。この阿ぐいに衝動に優れた長剣、性格親子が住み、その衝動は、死死孫尊受け継がれていった。 そしていつしか彼らの衝動をアグイ流というようになったらしい。新党集はアグイ作とある以上、このアグイ流の人たちの手になったと思われるが、それを裏付ける確かな資料は現在のところまでない。アグイは日光、鹿島にもあって、これらとの関連も考慮しなければならない。全十巻五十章。全国の神社演技を集める。多くは東国に関するものとなっている。 内容は、畜奴隷館が、神道論的なものと、衰弱演技的なものとに分類したのが現在でも、踏襲されている。神道論的なものは、神道競技について論じたものである。衰弱演技的なものは、公式的演技と物語的演技に分類され、前者は神社の由来や、本地物を記すのに対し、後者は神々の苦しみや悲しみを基調として、神々や、 神社の由来を解く。典型的な例が熊野権現寺の御水殿である。かつて和辻哲郎は、この御水殿から苦しむ神、悩める神の観念を見出したように、中世文学史、思想史などを考える上で非常に重要な内容となっている。神道衆が何を目的として成立したのか、不明である。ただ、金星浄土宗の説教像が、 新党集を活用していたことから考えて、説教資料を目的として成立したのではないかと考えられる。新党集は、原存、不明を含めて20本近い社本がある。それらは、古本系統とルフ本系統に分かれる。古本系統は、赤木文庫本、新福寺本、天理図書館本など。ルフ本系統は、東洋文庫本、旧豊か宮崎文庫本、 旧林崎文庫本、聖華堂文庫本、無休開本、河野肖像急増加盟本など。最近確認されたものでは、天海急増本、国立歴史民俗博物館本、同志社大学本がある。他に、茨城県上福寺、東京大学にもあったようである。また、慶応三年文後国崎軍多支部の八万宮に、多くの新党関係の書籍が奉納されたが、 そのうちに、新当集があったそうである。ありがとうございます。